第1試合、井上京子、サリー、レイ VS 豊田真奈美、川佐奈々、ラビット・ミュー。さあ、注目の第1試合、6人タッグマッチ、30分1本勝負。おっと、いきなり京子が仕掛けますか。里村さん、京子がですね、仕掛けましたよ、ここは。あーっと、まあ元前女の2人で、まあ共に赤いベルトを巻いた実力者、この中に入ったこの若手なんですけれども、やはり里村さん、若い力が目立たなきゃダメでしょです ね。一発目はやっぱり若手のフレッシュさを持ってきたかったので、あとはこの井上京子選手と豊田選手が入場した時のお客さんの歓声、やっぱり名前のある選手たちはすごいなと思いました。そうですよね、一時代を築きましたからね。さあ、そしてサリーとこのラビット、ラビットミュー139センチなんですって。え、140ないんですか。ないんですよ。ないんだけれどもね、何が存在感あるの、この子はね。そうですね、元気がいいんですよ。さあ、そのラビットミューが蹴り飛ばしていきます。二冠王のこのラビットミュー、 JWP 認定ジュニア POP の王者。サリーがですね、ディアナ所属なんですけども、京子率いる、入門テストの時に骨折したにもかかわらず、スクワットを1000回やってのけたというど根性娘です。結構気持ち強いと思いますよ。強いですよね。私、サリーのデビュー戦の相手なんですよ。あ、そうだ、はい、どうでした、どんな印象、改めて。いや、あの時はまだなんかすごく細くて、まあ、気持ちはしっかりしてるというところも分かってたので、結構ガンガンいけたんですけど、でもまだなんかこう、まだこうプロレスが分かってなかったっていう感じでしたね。もう今だいぶ、もう何年でしょう、1年半経って変わりましたよね。いや、そうですね、体もしっかりしてきた。さあ、飛んだ、どうだ、ホールの体勢に入っている。カウントは、カウントは2カウント。川佐奈々が今助っ人に入りました。この川佐という選手も大きいんですよね。いいですね。川佐とラビットは同級生だったんですね。そうですね、16歳ですね、まだ非常に若いフレッシュな2人、まあフレッシュ感はありますね、こういった選手を見るとね。さあ、ホールの体勢はどうか。カウントは2カウント。まあ、本当に若い選手が増えてきまして、これ女子プロ界にとっては非常に喜ばしいことですね。いいことだと思います。16歳というと、里村選手がデビューしたのが確か 16? はい、15歳です。15歳ね、はい、ですからその時はこんな感じだったのかな。そうです ね、もうあれから10年前ね、はい。おーっと、ブレンバスターだ。小さいこのラビットが大きな技を打って出る。カウントは2カウント。さあ、ここでベテランの豊田真奈美、さあ来るぞ来るぞと、豊田真奈美とプロアップ上がってミサイルキック。ちょっとこれはですね、いきなりミサイル打ちましたね。しかし、この豊田真奈美という選手もですね、四半世紀も25年やってますけれども、このね、柔軟性とこのね、跳躍力は衰えを知りません。どうだ、カウントは2カウント。サリーのこの受け身もしっかりしてますよね。ああ、そうですね、やはり進化を遂げているわけです。さあ、今度はどうだ。おっと、京子が抑えた。さあ、いけいけ、ドロップキック、もっといけと京子が劇を飛ばしている。同じディアナ、その京子が抑えているトヨタに対しまして、ドロップキックの連発、さらに持っていくか、刻み込め、サリー。しかし今度はどうだ。おっと、うまく丸め込んだぞ。こういった技はいいが、カウントは2カウント。サリーはあの、ディアナに所属してて、デビュー当時はほとんどこう、あのキャリアの、ある選手とばかり試合してたので、その中で結構あの同じぐらいの新人の選手よりは、揉まれてますよね。ああ、なるほどね。まあ、最初からそういった経験があった方がいいかもしれませんね。1年間は他団体に出場しなかったので、同じぐらいのキャリアの選手と対戦することが少ないと思うので、この川佐とかラビットと対戦するのはすごく新鮮だと思います。なるほど。ここはジャックナイフ固め。しかしカウントは2カウント。さあ、どん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 攻撃をしてほしい。サリーが上がる。さあ、お返しのミサイルキックだ。目には目をだ、いけ、いいですね、あ、しかしゾンビのようによみがえる、これが豊田真奈美。さあ、ここで京子が入る。さあ、もう一発いけと京子が指示を出す。今度はどうだ、ミサイルキック、この当たりはどうですか。
今のミサイルキックはです、ね、この大きいトヨタ選手が倒れるぐらいですから、はいね、さあそして親分が入ってきた、あの赤いベルトを争った2人、さあ行ったぞ京子、落ちなかったがダウン、さあどうなるか、やはり全国区なんですねこの2人はね、京子さんは変わらないですよ ね、そうですね、元気ですよね。さあかわした、ここはどうだ、まあ100キロぐらいあるでしょうね今の京子もね、はいはい、京子さんはあの旗揚げ戦の時に仙台幸子のデビュー戦でした、相手をね務めてくれましたもんね、はい、さあロープに送ろうとするが逆に振られた、ここはどうかこの2人の攻防、おさあここから丸め込んでいくローリングクレイドルだ、ローリングクレイドル場内がどよめいている、さあローリングクレイドルどこまで回すんだ、今日のトヨタマナミまだ回しているホールの体勢に入った、どうだ、カウントは2カウント、三半規管がちょっとやられそうだ、井上京子であります、さあここで一気に決めるんでしょうか、この大きな京子のバックを取った、ここから投げるか、投げた、すごいジャーマンスープレックスホールド、場内の夢子カウントは2、よく投げましたね、すごいですね、さあ今度はどうでしょうか、このまま一気に行くのか、あここはしっかりと任せました、相手任せて、おさあ3メートルのダイブ、ここで見せるんでしょうか、仙台サンプラザホール飛んだ、すごい大ダイブを敢行いたしました豊田真奈美、まあこういった動きを見るとやはりスケール感というのがありますね、はい、ベテラン選手はね、さあ中に入った里村選手よりこの両選手はベテランでしょう、大先輩です、ね、どんなイメージが今あるんですかこの2人に対しては、イメージですか、ブンサルト、里村メイクをしてもなかなか語れないのか、まあそれだけの、まあ、巨頭ですよね、あここで川瀬奈々が中に入ってきた、さあ行けベテラン相手に行け、さあどこまで食いつけるか、逆に振られてしまった、おー倒した、イケイケ川瀬奈々16歳頑張れ、ジャックナイフ固め、これはどうだ、カウントは2カウント、川瀬奈々に対する印象というのはどんな感じですか、はい、川瀬選手は2012年に一番、はい、若手の中では一番うちに参戦してくれた選手ですね、ファイト的にの印象は何かあります、あなんかすごく思いっきりが良くて、はい、チャレンジ精神も旺盛で、あそうですか、このまま伸びていってほしいですね、あーっとチャレンジをしましたがここは不発、京子がちょっと焦りを見せたか、さあ一気に行くんでしょうか、これだけ体重があるのに体が柔らかいんですよ、あなるほどね、これは一つ大きなメリットですよね、おさあここはどうする、おツープラ飛んでこの巨頭に対しましてどうか、ダブルラリアット井上京子ホールの体勢に入った、どうだカウント3つ、最後はラリアットから抑えました、井上京子の勝ち、ちょっと印象を聞かせてください、さすがですね、最後は持っていきますよ ね、そうですね、最後はダブルラリアット、どうですかこの両巨頭トヨタ京子の前に立ったですね、3人の若手どうご覧になりましたか、インパクトは残せたと思いますか、いや十分残せたと思います、あとはサリー選手と京子選手 の、はい、その師弟関係もうまく、うんうん、あの連携として生かされてましたね、あそうですね、さあ第1試合から非常にインパクトのある戦いを見せてくれました、はい、もう自分個人的にはもうこの世代でオープニングマッチ任せられるってことはすごい非常に緊張したんですね、でもあの、オープニングマッチ出させていただいて、しかも、勝利で飾られたのでよかったです、レイと組むのもすごい久しぶりというか何年ぶりぐらいな感じで、あとサリもあれなんですよ、自分のそんなにあの自分の興行でもそんなに組んでもないので、はい、あの実はこの1月にタッグリングあるんですけど、その時組むんですけど、それいいあの弾みになりました、はい、この大きい会場で1本目で京子さんとレイさんとタッグを組んで試合ができてとても良かったです、はい、今日は勝ててすごい嬉しいです、オープニングマッチということで
私もあまりそのオープニングっていうのはあまり試合で経験がないんで少ないんですけれども、本当に会場をこう和やかにするというか、と皆さんの華やかな選手と組めたことで第1試合できて光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。